もちさん川口探検隊とか
大ゼブラのわーはよパパーはよもういいから食べてあ、ママ鍵振っていかなかも行こういってきますはい、行こういってきます行ってきますおまけ俺の携帯どこ行った知らんしてトイレとか持ってたんじゃんいやもしもしカバンの中はさっきまでゾゾ見てトイレやるじゃんトイレ行ってないから知らんの直してえ待ってる待ってるえあれさっきまでおったよバイブにしてんのあーバイブしろ待ってる待ってる待ってるありがとうトイレになった言ったやんテレビで、小学校とかあの当時さなんか川口探検隊とかなんかなかったごめん、わからない分かりやすく言うと、世界不思議発見みたいなテレビでアフリカかなんかどっかの原住民の人が歯を塩で磨いてるっていうのを見てんのよそれを俺小学生ながらであなるほどそうすることかって思って歯を塩で磨いてて俺そしたらさものの見事にさ中2か中3の歯の検診の時に虫歯っちゃるって言われてで痛くなったりしんのか、はい、虫歯で気づかんかったあそこまでビキーンってのはなかっただからなんかめっちゃ歯よどんでんなみたいなあない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 えなんか周りから口臭いって言われんかった友達とかさ何やこれ何やねんうんうんって言われんかったとかさこれ何なんこれこうやってえーとか言われんかもううっとうしいならちゃった何やこれえあ、これがうん自由の声優があってなんかね最近ねカメラがボケボケでこれカラスみたいなこれあとなこれこれパパもこんなボケなのめっちゃいい俺これめっちゃ好きこういうのほら抜くそうやろ肉厚触ってこれ自由やでこれいくらしょ1400安い安いやろめっちゃいいやん、うん、でもな今ってさハーフジップやんあフルジップやねんあちょっとアウターって感じあいいやいいやいや俺ブーツマジ履いたことないし高校生ぐ
ぐらいから俺プーツ履いたことないけど。え、高校生の時プーツ履いてた。いや、こんなんわかんねえってちゃった。違うやんか。カツカツ言うとった。違うやんか、男の子が履くブーツやんか。エイトホールみたいなやつで。こんなん、もう竹だよ俺。竹だよ、もう。